さん、えらいトンボがいる。はい、レシーバー顔だけ見せろ。保護した顔また知らない。まだ10分前なんですけど、いいですね。ちょっと皆さんに顔だけ見せろ。うわぁ、すごい。あまりしたら結構羽が広いですね。羽が広いね、やっぱうちで治療かわいい、足がかわいい。何が気になる？触りたい。うん、これが三角の耳、小耳の、あの由来やね。すごい。あ、すごい。大きいね。ね、大きいですね。うん。昔はだいぶ落ちたんですけど、排気がもうめったにありません。で、あの、こんなに来られると思ってませんでしたけど、あの、私、日本野鳥の会、東京の文局をやったのは、拾ったと言います。で、先生の方から、あの、今日放送すると、そして、あの、説明は今からしていただきますけど、あの、皆さんでご希望で、せっかく自然のところにここから飛ばしたいという本命になっちゃう。そういう包丁の楽がありますから皆さんこういうふうに持ってもらっとったら、あ、うまく飛べばいいですけど先月30日に保護されてきました。どこで保護したんですか？中山の方が持ってこられたんですよ。あの道路側溝の中で、ちょっと待ってた。しかし、道路側溝にこれ、あの、おそらく何かにぶつかったか、交通事故かでしょうけども、外傷はありませんでしたけど、両足の麻痺がありました。はい、それで20日間、今日22日、23日ですよ、23日間治療しまして、月鳥インフルが福岡県で初めて確認されました、今年。それは私が検査したんです。あのもし感染しているかなという思いもありまして心配していましたけど、まあ症状は出ませんでしたので感染してなかったということになります。目の浜から来た浜しげ、はい、それうちにどこも浜しげに出たと詰めてくれるところがなかったのでうちに持ってきたって福岡市の方が持ってこられました。まあ、死ぬみたいな状態だったんです。検査したら陽性が出ました。陽性が出て、今日、昨日最初の、感染の確認ができました。抗病原性インフルエンザということです。それで皆さん方は心配でしょうけども、今のところ、私も感染してませんし、子供も感染してませんし、よかったです。そういうところでですね。皆さん、なんか希望あります？今まだ映ってますよ。よろしいですか、放送して。飛んでくれたらいいんですけど、飛ばなかったら笑ってください。こっちから撮ったら…分かりづらいですから、ボタン、ボタン、止まるかなと思ったけど。
飛びが来た。取れた？取れたけどやっぱ手が映ったわ。手が離した時のしょうがないね。